わっさよ龍大韓流クラブ6月14日金曜日午後8時になりました。わっさよ龍大韓流クラブパーソナリティのゆめとふわとディノです。よろしくお願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りします。それでは今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。それではお願いします。はい、龍大韓流クラブは2019年から立ち上げた沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです、うん、現在の活動としてはこのラジオの放送以外にも韓国ドラマ、映画、音楽といった文化コンテンツの鑑賞、釜山大学の方とのズームを通しての交流会などを行っています。もしこの放送を聞き韓流文化他に興味があるという龍大生がいましたらぜひ龍大韓流クラブへの入部お待ちしてます。またインスタグラム、X、旧ツイッターといった SNS も行っておりますので、どちらも龍大韓流クラブで検索フォローの方よろしくお願いします。ちなみに番組タイトルになっているわっさよは韓国で来たよという訳なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのお帰りという意味にもなります。そのため私たちはこの龍大韓流クラブのラジオにお帰りいつでも来てねという意味でわっそよをつけました。ぜひ皆さんも今日でわっそよの意味を覚えてくださいね。おー完璧完璧こんにちは。今週も初めましての方々が来てくださってますので、少し自己紹介をお願いしたいと思います、はい、じゃあふわちゃんからいきますか。はい、はい、じゃあ、自己紹介で学年と、名前とあとは韓国好きになった理由をじゃあまずは聞きましょう。はい、龍大の1年生のふわです。韓国にハマった理由は、うん、親がもともと少女時代とか、うん、東方神起が好きで、うん、韓国の曲を聴いたりしてて、うん、自分も小学生の時に初めてカンドラっていうやつを見て、うん、かっこいいってなって、うん、今みたいな感じになってます、うん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 、なんか今特に好きなものとかある？今は K-POP グループのセブンティーンに一番ハマって韓国ドラマも今最近ちょくちょく見るようになってます。なんか今見てるドラマとかある？あ、今めっちゃ聞く。イドンウクが出てるキュービコデンっていうドラマがあるんですけど、それ、うんうんうん、なんかキュービのなんか狐の話、うんうんうん、が今シーズン2まであって、あ、結構長いんだ。2を見てます、うんうん、面白い。移動服ってさ、あの人だよね、あの特急便に出てた死神の人。はい、それです。めっちゃイケメンですよ。見てほしい。おー、いいですね。じゃあ今度リノちゃん行きましょうか。龍大1年の、あ、人文社会学部1年のリノです。韓国好きになったきっかけは、親戚が、うん、ビッグバンとかをしてて、でそれで自分もその影響されて、うんうんうん、親戚結構全員、あ、ちょっと言い過ぎました、ね、大変なのをしてて、で影響されて、うん、ハマってます。ハマりました。いいねいいね、はい、なんか今好きなアイドルとかいる？あ、今は、うん、NCT とスブチが好きです、うん、一緒だね。それそうです。じゃあそれぞれ、あ、じゃあ私もセブチ知ってるから、それぞれ推しの名前わかんないかな。この今聞いてくださってる方たちはもしかしたらわからないかもしれないんですけど、私はディノ。ディノ、うん、誰ですか？エスクプスです。おー、はい、ホッシです。おー、違いますね。みんな感じ。結構コメントが来てますね。ヤンキチさん、ゆめちゃん、K4 のヤンキチです。わそよ、わそよ。このヤンキチさんが結構毎回来てくれる方で、
皆さんの名前も覚えてもらえますか。覚えてください。ふわちゃんとりのちゃんです。お願いします。お願いします。お手柔らかに。ゆめちゃん、 K4 を押す理由、日本語の歌詞は知り合いが、すごい。そうなんですか。どういうこと。何それ。そうなんですか。そんなことあるんだ。結構びっくりした。ただあの好きな方だと思ってたんです、うん、そしたらなんとなんと知り合いが書いてる歌詞を、すごい。すあ、グレタマさん、わっしょいグレタマ。グレタマさんはなんか結構あのお茶目っていうか面白い方なんですよ。で、それでグッドキャット、グッドキャットさん、こんばんはにゃん。こんばんはにゃん。進撃のめいちゃんさん、こんばんは。今夕ご飯を食べながら聞いてます。雨がひどかったです。ありがとうございます。今もひどい。ね、ひどいよね今ね。雷もね、来るときも大変だったん。おおおおおお、韓国語が来てますよ。お二人さんどうですか。いや、雨が降っていた。ひどいかな。ひどかった。ですね。日本語と韓国語混ざってますね。ゆめちゃん、ふわちゃん、りなちゃん、りなちゃんになってる。りなちゃん、りのです。りなちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは、シェイ&アニュアゼオ、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。武蔵さんもために来てくれるんですよ。うん、武蔵さん、うん、じゃあ今週の K-POP に参りましょうか。はい、じゃあ今週の K-POP は今1年生のお二人が初めて来てくれたので二人に任せてみようと思います。頑張りましょう。はい、じゃあ1曲目はふわちゃんから。はい、私が今回紹介するのはエンサインのハピエンという曲です。エンサインは日本人で沖縄出身のカズタさん、っていう方がリーダーの10人組グループなんですけど、知ってんの。そうなの。初めて知った。で、なんか曲がすっごい青春感のあふれる、めっちゃ爽やかな曲がいっぱいで、この曲も爽やかな感じの曲なんですけど、どちらかといえば青春が終わった後の日々、ちょっと悲しいけどみたいな曲で、別れても最後じゃないっていう、ちょっとなんか悲しくはないけど、余韻に浸れるような曲になっています。それではお聴きください。エンサインでハッピーエン。いいじゃん。高いよ。呼んで。心臓バクバク。あ、本当。でもめっちゃ落ち着いてるけど。呼んでよ。もうちょっと口さ、ここに近づけても大丈夫だよ。ここら辺に、いつもでもこれ持ってて、なんか、あのマイク、結構、近めに喋るか、ここら辺に喋ったら、なんか拾われないらしいから、まあそれだけ注意すればあったら感じる。グレタンさんが、J4 気合い、なんだこれ、剣道、手彫り、まつき、まあ、つつまんくと、つまんくと、多分 J4 だから、K を4つつけたんかな。うどん。投げてきた。いいな、武蔵さん今ご飯食べながら、あ、武蔵じゃないや、進撃のみーちゃんさんがご飯食べながら聞いてくれてるから、今何食べてるんだろう。猫。寿司食べてる。今ずっと寿司、食べたくて。なんかもうここ最近、寿司の日々。寿司ゾーンですよ。あの今週の手間で食べた。うん、今日はマグロを作った。でも日本の人いるな。あ、そうそう。その人だけが日本人で、うん、オーディションの中で1年1位を披露して、ああ。風太がいたら大丈夫みたいな感じで、めっちゃ。
審査員から何人みたいな感じで言われてたあれああ、そうそうそうお母さんがたまたま見つけてえ、もう沖縄人ってよって最近沖縄のなんか那覇っていう招待されてすごいライブあ、聞いた聞いた、すごいねなんか最近沖縄人すごいねなんか全部各所にいるねいろんなところにいますすごいもちろんできるできる曲終わり30秒前ですはいよしじゃあでしょうか。エンサインでハッピーエンでした。おーい、目無事終わりましたね。よし、じゃあ2曲目いきましょうか。ディナちゃん。はい、では2曲目は私が好きな NCT ドリームさんの日本語オリジナル曲、うん、ムーンライトを紹介します、うんうん、この曲は最近6月の5日ぐらいにリリースされたんですけど、うん、すごい曲が幸福感あふれる感じの曲でその雰囲気がすごい大好きで、うんうん、この曲を聴いて聴き終わったらもう、うん、幸せいいねいいね聴きたいそうで、最近もライブあったんですけど、うん、すごいダンスも良くて聴、うん、くたびにもう思い出してしまう感じの曲ですじゃあうん、いきます。それではお聴きください、はい、NCT ドリームさんでムーンライト いいじゃんいいじゃんあ、まとめてるかっちゃんさん皆さん、あにゃーずちょいやんじさん今日も安定のキャプテンだね、私キャプテン先週もキャプテン今週もキャプテン1年生立派にキャプテンそのキャプテン頑張りますあ、どうする読むこれあ、読めない外は外はとっても愛が降っているそんな感じじゃあ、セスさんどうですか正解どうですかキャンセルしてくれてありがたいね外は、まあめっちゃすごい雨だったみたいな感じで、でもさ、日本語バージョンとか韓国語バージョンなんでいや、もうオリジナル曲あ、そうなんだ日本で出すあ、もう日本だけの曲あ、なるほどねあ、でも日本で言うときないあ、日本あ、2枚目でこれ、これだけ日本で言うあ、なるほどねいいねお、かっちゃんさん、トーイン見ながらツイキャス参加してますってありがとうございますトーインって見たことあるないないね、なんかトーインって昔の時代劇かうんあそんなイメージが時代劇全然見てない、うん出したいけど、すっごい長いからちょっともう持たない自分が。人もいっぱい出てくるから、分からないってなりながらずっと。すごいな。ギャルが顔みたいに。顔どうだろうね。大変だ。大変だ。NCT ドリームとかね、誰よし。そうあ、そうそうだね、そうだったNCT ドリームもしずみっていう枠あ、そうですあ、そうなんだもう NCT が続けたらもうみんなしずみあ、そう、なんか VV っていうあ、でもしずみそこはなんか
ウェイジーって言うんですよ。え、かわいい。それ以外は全部沈む。ウェイビーの中だったら、ウィーウィー。あ、かわいいですね。曲ある20秒前ですね。はい。いかがでしたでしょうか。 NCT ドリームでムーンライトでした。おー皆さんできましたね。ちゃんとできました。どうですか、初めての歌紹介。もう緊張カミ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 。嘘、分かんなかったよよし、じゃあ、今週の K-POP のコーナーではリクエスト曲を募集中ですので、龍大韓流クラブ各種 SNS になります。リクエストフォームよりご応募ください。以上、今週の K-POP でした。それではここで CM です。これ1分ぐらいしたら、もう一回 CM 明けで、改めまして、和製龍大韓流クラブあるから、その後にまた有名とツアーとリナです。よろしくお願いします。で、第2小話は韓国のアイドル事情ということで、韓国のアイドルが契約期間とかね、そういう話を、セブチが契約期間更新するじゃん、そこに話をお聞きして、なんか、何かちょっと知恵があります。はい、改めまして、ワッソヨ龍大韓流クラブパーソナリティのユメイとフワとリノです。お願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしております。噛んじゃった噛んじゃった、改めまして噛んじゃった。よし、じゃあ第二小話は、韓国、みんな韓国アイドル好きということで、韓国アイドルならではの話をちょっとしようかなって思ってます。で、韓国アイドルといえば、例えば練習生期間がそれぞれみんなバラバラとか、まあそれは多分日本のアイドルも同じかな、今なんていうんだ、スタートアップ、旧ジュニア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 でいいのかな、旧ジュニアでいいのかな、旧ジャニーズ、旧ジャニーズか、あーそっかそっか、旧ジャニーズか、旧ジャニーズは多分昔は本当にピックアップでグループ構成されて、それがデビューしてって感じだけど、今は結構もう年齢順で、ああグループができてって。できてって、もうこれが抜けたら今度次の年齢が、みたいな感じ、今はそんな感じらしい、けど韓国だと珍しいサバイバル系の番組とか、あとはオーディションだね、そうそう、オーディション番組とかもあるから、そこら辺がちょっと日本とは違うかな。あとは契約期間とか、あとは避けては通れない兵役とかいろいろありますありますが、そうですね、なんか韓国ではアーティストと事務所の契約期間が最長7年と定められてるらしいんですけど、なんで7年なんでそれする必要あるかなとか思うけど、何この微妙なね、微妙なラッキーセブン的な、まずなんでな、契約期間があるのかどうかも、日本では契約期間って多分ないよね、聞いたことないですよね、でも韓国だったら俳優とか俳優さんとかも契約期間あるっぽくて、それは初めて知った、なんか私の好きな俳優さんがジェリーフィッシュっていう事務所があって、そこでなんか契約4年間してて、その契約が終わったのでなんか違くなりますみたいなのが流れてきて、そんなもんだ、なんか喧嘩系かなと思うんですけど、でも一応なんかこれからも
そのアーティスト、うん、キムミンギュさんって言うんですけど、うん、キムミンギュさんの応援よろしくお願いしますみたいに言ってるから、うん、あ、一応喧嘩とかじゃなく普通に契約満了みたいな、変わるんだ、更新じゃないんですね、うん、だからそういうのがびっくりで、 TWICE と SEVENTEEN が最近、最近、うん、最近、まあ、ちょっと前、あ、そうね、ちょっと前ぐらいか、うん、何年か前ぐらいに契約更新っていうタイミングで、うん、全員契約更新という嬉しい、あ、なんだこれ、カメラの位置がびっくりした、カメラの位置が全然違うっていうのがあって、やっと、やっとじゃないのかな、ファンからしたらありがたいって感じだよね、うんうん、よかった、うんうん、あ、ケンさん、ハイサイ、ハイサイ、はい、ケンさん、はじめましてだ、はじめまして、うん、どうもはじめまして、こんにちは、こんにちは、ヤンキズさん、あ、これ聞いたら惚れるって、K4 かな、K4 かな、ね、沖縄大好きさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、おー、みんなうまいよ、みんなうまいよヤンキズさん、韓国アイドルは兵役がついてくる、そうなんですよね、最近、本当につい最近、BTS のジンさんが兵役終わったっていう感じで、ね、なんか写真見ました、あ、見ました、すっごい個性あふれるサックスがなんかあれってあれ、中身は、中身はっていうか、そのサックスとかそういうワーワーしてた人たちはグループ、うん、あ、 BTS のメンバーが、メンバーだよね、おめでとうって見に来た感じ、え、あれはでもあの人たちはまだ兵役だよね、うん、あります、まだ期間中、そうだよね、はい、なんかあれもなんかどういうことって思って、結成とかって可能なんだみたいな、うん、まあ確かに休んだんですか、ね、あ、そういうことかな特別にみたいな、なんか初めて見てさ、うん、ああいう光景、ああいうのは確かに、なんか K-POP アイドルが兵役行ったら、その何、兵役の会場っていうの、その場所で、うん、なんか音楽フェスみたいなのがあった時に、よくそのムッキムキの人が出てくるよねはよく見るんだけど、なんかそれの一環なのか、なんか自分が見たのは SF9 の誰かがあの SF9 の曲を踊るみたいなやつ見て、おかっけームッキムキが踊る鍛えられてより感じだけど、お、韓国、沖縄大好きさん、大好きさん、韓国アイドルといえば BTS から少女時代などなど、少女時代、うんうんうん、ちょうど今 BTS の話してましたね、はいはい、少女時代なんだっけ、最近 再結集したのが、再結集して15周年で、うんうん、したのが少女時代か、そうです、少女時代かからも、どっちも、どっちも、あ、どっちも、はい、どっちも、あ、そうだっけ、はい、あ、そうなんだ、あ、少女時代ばっかあれ、あ、確かに、なんかボーンって言われたの、うんうんうん、そっちですね、たかぼさん、こんばんは、こんばんは、リクエストに名前書くの忘れてました、ありゃ ありゃあ、多分この前のリクエストかな、そしたら多分来週か、うん、再来週ぐらいに、うん、多分出て流せると思います、いいですねリクエスト曲めっちゃしてくれるんですよ、嬉しい、さっきの懲役の話なんですけど、はい、これって懲役、徴兵、徴兵、兵役、あ、兵役、あ、全然違うね兵役か、兵役は、兵役、韓国、あ、でも台湾にもあるって知ってました、知らなかった、全然韓国と関係ない最近その台湾の留学生の人と交流する機会があった時に、うん、なんか兵役に行かないといけないって言ってて、え、韓国だけと思ってたから、うんうん、あ、台湾にもあるんだと思って、でも台湾は半年だったかな、あ、結構短い、うん、結構短い、うん、韓国の方がなんかもっとわって感じだけど、で韩国は男子は30歳になるまでに2年間の兵役に従事しないといけない、うん、で、あ、そうだね、そういえばセブンティーンのエスクプスさん、はい、うん、免除みたいな、なりましたね、なんか特別な理由があったら免除なんだよね、怪我の段階があって、うんうんうん、ひどい怪我だったらその時免除みたいな感じになって、そろそろ年もギリギリだったので、ね、多分それで免除になったのかなって感じ、いいですね、じゃあ今週も楽しくおしゃべりできました、はい、来週も来週もね、ぜひ
それではわっそよ龍大韓流クラブ、そろそろエンディングの時間となってしまいました。本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました。次週は6月21日金曜日夜8時からの放送です。わっそよ龍大韓流クラブ、この番組はドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしました。それでは皆さん、来週も聞きに来てくださいね。せーの、アンニョン。またね。グッドキャッツさん、アンニョン。アンニョン。沖縄です。キさん、アンニョン。高尾さん、もさん、アンニョン。アンニョンだったって。アンニョンです。がつかないといけないよね。沖縄大好きさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしょう。まあまあ、いける。まあまあ、楽しいでしょ。いけるよね。第二個話ぐらいから。よかったよかった。結構大変だったね。しかもこのコメントの反応とかもめちゃうもん。先週男の方に聞いてくれて、その人は結構話す最初から緊張なかったけど、だけど反応、コメントの反応は見たよ。あ、X に載せるね。あれ、さっきの URL。ありがとうございます。はい、じゃあ終了していいですか。はい。